達王の水田矢なのでや。富士山の小学校のタイムカプセルや。誰でも何か一つぐらい必要なものあるさ。お医者だよお医者、勘弁してくださいよ。友達4人も殺して懲役ぐらいじゃ済まさねえやろ。お前無理して全然来ないのよかったよ。どんな牢屋にも脱走の方法はあるもんです。よいしょ。俺にもね、女が待ってますね。なんか食べるもんないですか。なんで出ねえんだい、早く出ろっつうの。マジでどこにでもある平凡な顔ですから。でも本当にあるんですかね、そのお金って。絶対にあるから間違いない。手のひらを返すやつ、向かい合うことを避けて生きるやつ。死刑にしてって、死刑に。おいおいおい、あんたそれでも人間かよ。9人の脱走犯のうちの1人がここにいます。脱走中でも結婚できますかね。死刑の時はテレビの前で祈ってあげる。好きな女の人と一緒になって近所の人から信用されて暮らすのが僕の夢なんです。バカが来るの待ってたんじゃないの。息子はね、殺してくれって言ったんですよ。何が欲しいんだよ。いつか来るって私毎日祈ってたよ。ずっとずっと会いたかった。